で今日でも涼しい方なのにね。あれハンカチ寒いの？なんでハンカチチンやった？あ、じゃあ当てたら暑いよ、ね。着物はね、もう、去年、一昨年の年末から着始めまして、で去年一夏着物で過ごして、去年はね、柄にもなく夏バテをしたんですよ。着物は本当に暑いんです。見てる方はね、皆さんは涼しげだわっていうふうに思ってくださるんですけど、もうなんか灼熱地獄だもの。もう。今年は2回目の、ね、夏なので、まあ、夏バテは、まあ、今年はまだ大丈夫でございます。まだね、今のところは、まあ、でもね、だいぶ着物も慣れてきまして、あと1枚買ってくれます着物。いや急に静かになっちゃった。いや本当にね、でも着物を着まして、もうね、本当にその2年ぐらい経ちましたけど、まあ、ますます着物も好きになりまして、もっともっとね、上手に着物をね、着れるようになれればいいなと思って、まあ、いつも毎回こう試行錯誤して失敗しながらいろいろと勉強しております。本当ですか？嬉しい。うん、なるべくね、こう長い時間ステージするので、歌ってる時にね、こう崩れたりしないように。だって歌ってるだけに帯がパラパラとかこう外れちゃったらもうね、びっくりですからね。衝撃的な瞬間になっちゃうから、まあ、そういうのはないようにと思っていつもこう気をつけて、着物を着させていただいています。